こんにちは、りつきです。今日は柿渋の原料となる渋柿を収穫しに行ってまいりました。こちらの天皇柿という品種は小さいながらにも柿渋に欠かせないタンニンが凝縮されてるんです。早速僕も収穫していきます。手でね、引っ張るぐらいで取れていくのでとても簡単です。売れてしまっているものは柿渋には使えないんですけど、このように、あ、やっぱり柿なんやって思うような断面してます。では実食してみます。口の中がキューッとしびれるような感じでした。気を取り直してお昼ご飯の後はコーヒーを飲みます。やっぱり自然の中で皆さんと一緒に飲むコーヒーってやっぱり格別ですよね。汗だくになりながらも皆さんで協力して、今回の作業では約200キロの柿渋を収穫することができました。次回はついに製造工程、続きが気になる方は小川コーヒー公式 YouTube チャンネルをチェック。